に向かって接続が悪かったので手を振っていただいてもよろしいでしょうか。はい、接続がちょっと悪かったみたいなので、6、5、4、3、2、1、はい、終了です。あ、どうも、吉沢亮です。あ、ごめん、違う、間宮です。ごめん。誰でしょうか。私は誰でしょうか。そう、山田裕貴です。どうも、違います、北村匠海でした。後ほどです。ね、なんか匠とかゴードンとかノブとかね、翔太郎とか持ってるっていうことは、これはどの程度のサプライズだったのかなっていうのが、ちょっと疑問に残りますけれども、ここの会場にいらっしゃる皆さんは見ていただいた方々ですもんね。めちゃくちゃ俺のこと嫌いになりましたよね。絶対そうだなと思って。声出すなって言われてんだよね。あんまり声出すなよって言われてんです。だって俺10年ぐらい俳優活動させてもらったけど、一番悪い役ですからね。いや、悪いよ。よく拍手で迎えてくれましたよ皆さん。逆に本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当のこと言うと、去年公開されるはずだった映画ですので、こうやってなんとか、まあ、僕らもずっと同じ炎を燃やしながらここまで来ましたけど、なんかあ、やっとその炎をみんなに渡せるんだ、託せるんだっていう、なんかこう感動を、なんか映画公開する、完成する、公開するって、あ、こんなに感動できるんだっていうのをまた改めて感じてますね。